長谷部氏は、戦後初期の朝日新聞社社長、熊本県出身、早稲田大学生経学部を卒業して1926年朝日新聞社に入社。尾方武虎主筆が、社内権力基盤の一つとしていた、政治部次長、調査部長権論説委員、政経部長、報道局部長権論説委員、報道第一部長と歴任して、敗戦を迎え、 親尾形派と村山長隆社長ら反処方派の対立が再燃すると東京本社編集局次長から1946年4月、尾形や代表取締役野村秀夫らの後押しで局長職を飛び越して取締役東京本社代表権論説委員室主幹1947年6月にまず代表権のない会長となり村山長隆 上野誠一両社種が公職追放となった同年11月に代表取締役1949年11月に社長に就任した。しかし1951年に両社種の追放が解除されると同年11月村山長隆が会長に就任し社長の座を追われて顧問となった。村山会長は東京本社編集局長 忍ぶ一郎を編集局長のまま長谷部に代わる代表取締役に起用した。社長退任後は第5次選挙制度調査会副会長兼運営委員長や見延良吉東京都知事のブレーンである都教財政、臨時調査会長などを務めた。朝日新聞社の会長に就任した1947年6月に日常の新聞編集の実務から一歩は慣れた形で、 それを支える基礎的、包括的な調査、研究を行う調査研究室を設置した。1981年11月1日、80歳で死去。ありがとうございます。